ロボットの設定方法の基礎を説明します。ロボットで箱をピックアップします。introduction to robotteaching underline before.vcmx をダウンロードし、開きます。箱の前にあるロボットをロボット A、奥にあるロボットをロボット B とします。プログラムタブを開きます。マニピュレーション、ジョグを選択し、 ロボット A を選択します。ジョグウィンドウのジョイントから各ジョイントの値を変更するとロボット A が任意の位置に移動します。シミュレーションをリセットします。ロボット A のアームの先端をドラッグして箱の上面に移動させます。プログラムエディターウィンドウのサブプログラム直線補完ステートメントを選択します。プログラムエディターウィンドウに LINP1 が作成されます。 箱を持ち上げる前のロボット A の位置を設定します。ロボット A のアームの先端をプラス Z 軸方向に移動します。プログラムエディター、サブプログラム、各軸保管ステートメントを選択します。プログラムエディターウィンドウにモーションプログラム PTPP2 が作成されます。PTPP2 をドラッグして一番前に移動します。箱を持ち上げた後、 PTPP2 と同じ位置に移動します。プログラムエディターウィンドウのサブプログラム、直線保管ステートメントを選択します。プログラムエディターウィンドウに LINP3 が作成されます。LINP3 をドラッグして一番後ろに移動し、順番を PTPP2、LINP1、LINP3 とします。シミュレーションをリセットします。 シミュレーションを実行すると、初期位置、P2、P1、P3 の順に移動します。箱を持ち上げるためのプログラムを追加します。プログラムエディターウィンドウのサブプログラム、セットバイナリー出力ステートメントを選択します。プログラムエディターウィンドウにセットアウトが作成されます。セットアウトをドラッグして LINP1 の後に移動します。 箱を持ち上げるために、信号を true に変更します。ステートメント、プロパティ、バイナリー出力ステートメントを1に変更し、出力値にチェックを入れます。シミュレーションをリセットします。シミュレーションを実行するとロボット A が箱を持ち上げます。シミュレーションリセットボタンを押した時のロボット A の初期位置を変更する方法を2つ説明します。 一つ目の方法は、ロボット A を任意の位置に動かした後に、シミュレーション再生ボタンの左側にある歯車を選択し、状態の保存をクリックします。任意に移動したロボット A の位置が初期位置に設定されます。二つ目の方法は、ロボットを任意の位置に動かして、シミュレーションを実行します。 任意に移動したロボット A の位置が初期位置に設定されます。出力信号の詳細を確認する方法を説明します。ロボット A をクリックして、コンポーネントプロパティウィンドウのアクション設定、シグナルアクションの出力から位置を選択します。信号1の詳細が表示されます。 初期設定の状態では、信号1から100まではロボットプログラミングで使用します。独自の信号を設定する場合は、信号101以降を使用してください。プルダウンから信号を選択すると、それぞれの信号のアクションを確認することができます。モーションステートメントの座標形を変更する方法を説明します。 サブプログラムを見ると P1、P2、P3 の3つのポイントがあることがわかります。マニピュレーション。移動を選択して P3 を選択し移動します。シミュレーションをリセットします。シミュレーションを実行するとロボット A は部品を持ち上げた後に新しく設定した P3 の位置に移動します。 シミュレーションをリセットします。マニピュレーション、ジョグを選択し、モーションプログラム LINP3 を選択すると、ロボット A が新しい P3 の位置に移動することが確認できます。ジョグモードでロボット A の位置を変更し、その位置を新しい P3 としたい場合は、プログラムエディター、サブプログラム、タッチアップを選択します。 シミュレーションをリセットします。シミュレーションを実行すると箱を持ち上げた後に新しい P3 の位置に移動します。シミュレーションをリセットします。ロボットの交換について説明します。ロボット A をロボット B に交換する場合に現在のロボットプログラムを引き継ぐ方法を説明します。ツール。ロボット入れ替えを選択し、ロボット B を選択します。 ロボットの入れ替え、ベース、ツール名の入れ替えにチェックを入れ、適用を選択します。ロボット A とロボット B が入れ替わります。シミュレーションを実行するとロボット B がロボット A の時に設定した動作を行います。ロボットツールの設定について説明します。現在ロボット B は何もツールをつけないで箱を持ち上げています。 吸盤ツールをロボット B に設定します。ホームタブを開きます。E カタログのタイプ別モデル、ロボットツールズ、スマートサクショングリッパーを選択します。マニピュレーション、PNP が選択された状態で吸盤ツールをドラッグして、ロボット B のアームの先端に取り付けます。シミュレーションをリセットします。 シミュレーションを実行すると吸盤ツールが箱に干渉してしまいます。吸盤ツールと箱が干渉しないように設定します。シミュレーションをリセットします。プログラムタブを開きます。マニピュレーション。ジョグを選択しロボット B を選択します。コントロールキーを押しながら3つのモーションステートメントを選択します。ステートメント、プロパティウィンドウのステートメンツ、 ツールからグリッパー TCP を選択します。ロボット B の先端がキューバ番ツールの先端に変更されます。シミュレーションを実行するとキューバ番ツールは箱に干渉しなくなります。キューバ番ツールで箱を持ち上げるために信号1の設定を変更します。ロボット B を選択し、コンポーネントプロパティウィンドウのアクション設定、シグナルアクション、 出力で1を選択します。つかむ。使用ツールの値をグリッパー TCP に変更します。シミュレーションをリセットします。シミュレーションを実行すると、ロボット B が箱を持ち上げます。再度ロボットを入れ替えます。先ほどと同様にツール。ロボット入れ替えを選択し、ロボット A を選択します。ロボットの入れ替え。 ベース、ツール名の入れ替えにチェックを入れ適用を選択します。出力ウィンドウを確認すると、ロボットを交換する際の警告が表示されるため、必要に応じて動作設定に問題がないか確認してください。ロボット B とロボット A が入れ替わりました。シミュレーションを実行するとロボット A が箱を持ち上げます。 ロボットで箱をピックアップする方法の説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。